はい、ゾうもパートナーズの森です。今回はですね、夏以降の水不足に注意というね、えー、感じのお話をいたします。今ね、撮影しているのはね、4月後半という風なね、感じなんですけれども、今年もね、暑いのかどうなのかっていうのはね、ちょっとわからないんですけれども、まあ実際になってみないとね、わ、えー、からないっていうところはあるかもしれないんですけれども、去年ですね、2023年、 2023年はですね、結構ね、えー、暑くてね、あの雨がね、少なかったような感じがしたんですよね。特にね、その関東地方はね、えー、他のところはね、ちょっとわからないですけれども、ね、千葉県はね、そんな感じでですね、あの信用時系がね、あの枯れちゃったよっていうようなね、感じの,あのお問い合わせをね、 あの、何件もいただきました。ですんでね、今年はね、気をつけていただきたいなっていうところで、まあ、早めにね、今回のお話というふうなね、感じになります。夏以降のね、水分不足っていうところにね、注意しておいていただきたいなっていうふうな感じなんですけれども、毎日水やりをしているのに水不足になるよっていうことが普通にあります。これね、えー、この絵はね、よく使ってますね。まあ、えっと、いい土っていうのがですね、水はけが良くて水持ちが良くて肥料持ちが良いよっていうふうに言われることがよくあるんですけれども、この この三つがね、あると、先ほど言っていたね、夏に水不足というのも少しは防げるというふうなね、感じになります。ですんで、基本的にはね、あの、今年の夏暑いかもしれない。水がね、えー、あんまりないかもしれない。雨があんまり降らないかもしれない。じゃあ何するって言ったら、このね、えー、土がね、いい土になっているかどうかっていうところを改善するってね、今回のお話になっています。 毎年ですね、過去最高気温記録しているというようなね、感じの気がしてくるんですけれどもね、どうなんですかねなんかね、すごい暑いなって,ってね。<laughs> あの、このなんか手書きみたいな、何度みたいなね、ありましたね。熊谷ですかどこですかなんかね、暑いですよね。埼玉県でしたね。なんかね、暑いな、みたいなね、感じになってましたけれども。 夏の暑さと雨の不足で水は、水不足、木は水不足になるということがあります。特にですね、新葉樹系がですね、水分不足で枯れてしまうよということがね、多くあるんですよね。実際ね、そんな感じです。えっと、常緑樹とね、落葉樹に関してはね、まああんまそれでね、ま、え、あ、ー、もちろんなることもあるんですけれども、それでなりましたよっていうお問い合わせはね、ほとんどなかったんでね、まあ新葉樹系は結構弱いのかなっていうふうに思います。 で、夏の水分不足がですね、その後の秋以降にダメージを与えてかれちゃうよっていうことがね、結構見られるんですよ。で、そのためにじゃあどうすればいいのかっていうのを、これから話していくんですけれども、保水性と排水性っていうところはね、あの、大切になってきてですね、土の中の水分は雨が降ると土に留まります。土の中にね、こう留まるというふうな感じで、 新たに雨が降ると今までの水分がこう入れ替わるような感じでね、こう押し出されてそのね、新しい水分がとどまるよみたいな感じになるんですよ。それがね、この絵のイメージです。えー、土壌攻撃っていうところのね、この隙間にね、えー、水が溜まるよっていう風な感じになってくるんですけれども、こうなっているとね、そのさっき言ってた水不足、木がね、木とか植物とかっていうところが、あ水不足っていうのがかなり防げるという風なね、感じになります。もちろん、土がいいって言ったとて、 もう雨がね、降らないでずっと暑いよみたいな感じだと、これもね、もうなんかね、ぶっ壊れてっちゃうみたいなね、感じになっていくこともありますんで、もちろんね、水やりっていうところも大切になってくるのかなっていう風なね、えー、ところでもあります。特にね、やっぱり毎年毎年ね、かなり暑いんでね、その、今年もね、暑いと思いますんでね、まあ気がついたらね、その水やりっていうところもね、やっていただくっていうのも一つね、いいことなのかなという風に思います。 で、えー、保水力、排水力っていうところがね、今の話なんですけれども、いい土はですね、このようなことがね、うまくいってるんですよ。ですんで、あの、雨があれば水が溜まるし、新しい雨が来れば古い水がね、どんどん押し流されていくよっていうのが良くて、そこにね、水分がね、常に溜まってるっていう状態ができるというのがいい土なんですね。で、土が悪くなってしまいますと、水が入れ替わりにくくなるよ。まあ、粘土質になっちゃったらね、 水はけが悪くなっちゃうよとか、サラサラの土になっちゃったら水はけが良すぎて水をそこに留めるっていうことができないよとかね、そういうふうな感じになっちゃうんですよ。ですんで、その結果としてですね、雨が少ないなどのことが起きると木が枯れちゃうよということがあるんですね。ですんで、いい土は、あね、すごくいいことばっかりとで。悪い土はすごく悪いことばっかりというふうなね。 感じになります。で、えー、常にですね、水分を吸い上げているよっていうね、感じなんですけれども、植物ね、そういう感じなんですけれども、植物はですね、1日に何リットルもの水分を吸い上げているよというふうにされています。植物はっていうふうなね、言い方してるんですけど、まあ草とかね、木もね、えー、基本的には同じというふうにね、捉えられています。大きいものであれば、その量は何百リットルになるよということもありますけれども、逆にですね、水分がね、少なくても生きていけるよっていう風な、あの、植物っていうのもあります。これがね、C4、えー、 光合成をしててていいいる植物っていう風に言われていてですね一般的にね、こうイメージするのはね、イネ科の植物だったりっていうのが、あこれにね、なってくるわけなんですね。だから乾燥しているところでよく育つよ。育ちやすいよという風なね、感じなんですね。あとはですね、えっ、ー、と、カム植物っていうのはね、えー、この量は少ないよという風な感じになっております。乾燥に強いカム植物っていうのでね、えー、我々のこのマニュアルではあ紹介されてるよっていうのでね、参照って書いてあります。ですのでね、全部が全部っていうことではない で、すけれどども、まあ、ほとととんどの、ね、植物はは基本的にる、ね、水分は、ね、結構必要としているよといよう,うな感じですで一部、ごく一部ね、えー、のやつは水分がね、少なくても育っていく、育つということができるというふうなね、お話なんですね。で、えー、水分の吸い上げる量はですね、再放の原理を利用しているよっていうふうにね、言われるんですけど、再ンの原理ってなんか、水をね、こうすーって吸い上げてね、どっかから水をこう吸い上げてホースでね、それやーってやったらずっとジャーって出てるよみたいな。 出てるのに釣られてね、えー、水分が吸われて、えー、吸われるのに釣られて水分が出て、みたいなね。そういうのありますよね。あれでなってると。要するに葉っぱからですね、これ書いたんですけれども、葉っぱからですね、こう、水分がね、蒸散するっていうので、えー、水がなくなったんで、それがね、その分吸い上げられてるよ、みたいな。そういう感じになってるんですよ。ですんでね、えー、水分をですね、すぐに多量に吸い上げるよというのはできにくいと。 いうふうにね、考えられています。だから、幹がね、なんかこう、ポンプみたいになってて、そこからね、水分をね、適量ものが、息を吸うとかね、飲み物を飲むみたいな感じ、みたいな感じでね、こう吸い上げられてるんじゃないかなって一瞬思ったりするんですけれども、実はそうじゃなくてね、なんか自然とね、その循環、そういう風な循環、自然なね、量のこの循環っていうところで、えー、なってるんですよ。だから、水分不足になったら、すぐにね、水あげればね、それをね、なんかこう、いっぱい飲んでね、えー、循環して、 なんとか元に戻ってくださいみたいなことにはなりにくいと。 というふうなね、お話なんですよ。ですんでね、えー、すぐに多量の水分を吸い上げることはできないというふうに考えられています、えー。水分は蒸散によって体外に排出し、その分を根から吸い上げられてるんじゃなかろうかというふうに考えられているわけなんですね。ですんでね、あの、もうじわ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 ね、こう水分の吸い上げる量っていうのは減ってってるよ。それを一気に増やそうと思っても、一気に増やせないよっていうふうになっちゃうんですよ。だから、じわ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 と枯れていくっていうようなね、 あの状態になっちゃうわけなんですね。だから先ほど言っていた通り、雨が少ないとですね、夏のね、このダメージでね、秋以降にね、こうじわ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 来ちゃう。だからその水分を吸い上げられる量っていうのは、その速度的なところは一定で、それが減られちゃうと、それを増やすよみたいなことがね、なかなか難しくてね。だから、じわ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 その水分量っていうのは、必要な水分量っていうのを増やしてきたのに、一気に減らしちゃって、あーみたいな感じになっちゃったのを、さらにね、水をあげたからといって、すぐに その水分をね、吸い上げてる水分っていうのが元に戻るということではないっていうね、お話なんですよ。だから、この辺のね、えー、水巻きとかね、土壌改良みたいなところがあ結構ね、重要になってくるよっていうお話になりますね。まあ、対応、えー、対処と対応ですね。まあ、先ほどからずっと言ってるんですけれども、あの、土壌改良ですね。 水分が不足しているかどうかをすぐに見分けるのはね、難しいことがあります。特にね、あの、プロの方とかだったらね、あの、葉っぱの先端からね、こうなんか、あの、水分不足だったらね、なんか、なんていんですか、あの、枯れてっちゃうんですよ、葉っぱの先端とかね、上の方とかからね。そう、そういうのかなとかね、で、それでもあくまでも、かもしれないっていう程度の、 おことしかね、わからないんですよ。もう毎日毎日観測するっていうのもなかなか難しいですからね。ですんで、そうなっているかどうかっていうのを見分けるというよりはですね、そういうふうにならないように、あらかじめね、何かの対処をしておくと。で、その何かの対処っていうのはもう水やりかあ、土壌改良。そしてね、長い間見る、長い期間、長いスパンで見ればね、やっぱ土壌改良っていうところになってくるのかなっていうふうに思いますんで、必ずね、土壌改良していただければいいんじゃないかなと思います。えー、水分が不足しているかどうかを すぐに見分けるのはとても難しいことがあります。ですので、水分が不足しないように土壌改良を検討していただければいいよというお話です。土壌改良のやり方はいろいろとあるんですけれども、割りだけ挿入での土壌改良の方法が、作業が比較的に楽で、なおかつ長い期間効果があるよというふうにね、されています。ですのでね、まあそれやっていただければいいと。まあそれね、やり方概要欄の方にね、リンク貼っておきますんでね、まあ見といていただいてですね、それをやることによってね、えー 土壌が改良されていく。で土壌改良っていうのも、やったらすぐ効果が出るっていうことでもないんですよ、それもね。要するに土壌改良っていうのは、えっと、以前にもね、何回もお話ししてるんですけれども、土の中の微生物がね、活性化していって、この絵にある通りですね、この土壌攻撃っていうのができるぐらい、暖流構造っていう風になっていくと、ね、もう最大、最大だよ いいよいいよみたいな感じになってくると、その保水力がすごく高まって、排水性もすごく高まるよっていう風になっていくわけなんですよ。だから、長い期間かけて基本的にはやっていくようなもんなんで、今のうちからね、やっとくとね、その春、夏、来年、再来年っていうところでね、だん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 といい土になってきて、木がね、そういう風に枯れていくというのを防ぐことができると。 というふうなね、お話になっていきますんで、まあ、ぜひともね、今のうちからね、検討しといていただけたらいいんじゃないかなという感じのお話になっております。ということでですね、本日はね、そんな感じのお話をしております。チャンネル登録もありますよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録のもよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。